お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東条会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、橘を頼む。くそ、分かったよ。キリュウさん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだ。小田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうになるかな。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいにしろ。
今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。大丈夫そうでしたか。それじゃあ一丁ビシッと言えますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外へ出よう。よし、行きましょう。それより先を急ぎましょう。
出口はあっちだ。急ごう。なんとか生き延びたのが
ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。